高来寺山パークウェイとは、愛知県新首領市豊岡を起点とし、同門国を終点とする延長 7.7km の道路である。もともとは、愛知県道路公社の管理する一般自動車道であったが、2005年7月1日に無料化された。愛知県道524号、門屋豊岡線に認定されたため、道路法に基づく道路となった。 宝来寺山パークウェイの名称は、無料開放後も、道路の愛称として残されている。本道路のルートは、ほぼ東西に走る約 6km 区間と、中間付近から分岐して宝来寺山パークウェイ、駐車場へ向かう約 1.5km 区間で構成される。そのため、宝来寺山の山頂付近にある、 高来寺への自動車用登山道路としての位置づけが強い。有料道路時代は8時18時が開通時間であったが、深夜の初詣客のために12月31日の23時から深夜営業をしていた。当初は本宮山スカイラインと結んで、東三河パークライン構想、さらに三河湾スカイライン、三金山スカイラインとを結んで、 三河パークライン構想があったが立ち消えとなった。ここに記述しているものは無料開放される直前の通行料金である。無料開放後の現在は以下の料金は発生しない。蓬来寺山パークウェイ駐車場へ向かう、区間左右に曲がりくねった道路だが、片側一車線の道幅が確保されている。次の基準を超える車両は通行できない。 宝来寺山パークウェイの有料駐車場6月、宝来寺山パークウェイが、有料道路時代は宝来寺山パークウェイ駐車場へ、駐車する場合に別途料金を徴収されるようなことはなかったが、無料開放されたのと同時に駐車料金が発生する、有料駐車場となった。駐車場の奥には、宝来寺への遊歩道が存在する。また、有料道路時代から売店がある。 駐車場料金は駐車1回につき加算される。この道路がある蓬来寺山の山頂付近には、8世紀に、利を収む仙人が解散したと伝えられる、新言州の寺院である蓬来寺が立つ。本道路及び山頂駐車場を利用せずとも、蓬来寺へ行くことが可能である1425段の石階段の表参道を登ることになるが、 山頂駐車場から歩いて行ける別ルートで本堂まで行くこともできる。初夏の新緑や秋の紅葉の名所としても知られている。無料化後は起点と終点がこれと逆転している。ありがとうございます。